旧広瀬邸の母屋を正面から、広瀬歴史記念館は明治維新の動乱から別種銅山を守り、さらに近代化を促進した広瀬再平の業績や、その生活ぶりを後世に伝えるために、愛媛県新居浜市が設置した博物館である展示館と旧広瀬邸からなり、広瀬公園の中にある広瀬再平は1828年に近江の北脇家に生まれ、9歳で別種銅山に勤務し28歳の時に広瀬義右衛門の養子となった。幕末から明治初期にかけて支配人や住友や総理事などを歴任し明治新政府による接収から銅山を守り、また積極的に外国人立種の招聘や機械化など近代化を進め、ダイナマイトの活用や日本初の山岳鉄道の導入などで効率化を図った。彼は1877年に京釜へ移築、増築を重ねて1889年に新座式や庭園などを完成させた。邸宅には和式建築ながら板ガラス、洋式トイレマントルピース、平井割などの西洋建築技術が至るところに採用され、明治初期の西洋化という新しい流れを巧みに利用する彼の先見性を伺うことができる。隠居後は近江で暮らしたが、この邸宅はその後も子孫によって管理され続けた。そして1970年に新居浜市に寄贈され、近年になって大規模な調査、改修がなされて隣接地に作られた展示館とともに広瀬歴史記念館として公開された。なお旧広瀬邸は当時の時代背景を物語る貴重な近代建築として2003年に国の重要文化財に指定された。展示館では広瀬再平の足跡や近代化の歩みを当時の資料や映像装置などで知ることができる。銅山での業績のみならず、諸外国をめぐり、日本の近代化のために奔走した活動や、大阪商法会議所、大阪商船などの設立に参画した際の記録など多方面にわたる活躍が紹介されている。年間数千人程度の利用であるが、2003年は旧広瀬邸が、国の重要文化財に指定されたこともあり、前年比約 230% の1万数千人の利用があった。広瀬歴史記念館の展示館入り口荒海に乗り出す、船をイメージに作られた建物であり、特徴的な先頭から南北の景色を取り込み入り口すぐの象徴空間で赤石連峰と火打灘を映す。展示内容、主や新座式庭園重要文化財旧広瀬家。住宅名称旧広瀬市庭園明治半ばから大正にかけて築造を重ねた近代庭園で地方の庭園文化発展を示す重要な事例として2018年2月に名称指定。観覧料個人520円、団体420円開館時間9時30分17時30分、休館日、月曜日12月29日から1月3日まで。旧館新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例、旧広瀬家住宅、国指定文化財等データベース。2016年5月27日閲覧、旧広瀬家住宅、国指定文化財等データベース。2016年5月27日閲覧、旧広瀬家住宅、国指定文化財等データベース。2016年5月27日閲覧、旧広瀬家住宅。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 国指定文化財等データベース。2016年5月27日閲覧以下、同館の発行するパンフレットよりありがとうございます。